術が攻めてくる。呂布殿、心配するな。俺が炎術との間を取り持ってやる。感謝する、呂布殿。この騒乱の収拾、お願いいたす。行くぞ。刃向かう奴は全て蹴散らしてやれ。この戦、私が皆様を指揮いたします。くれぐれも勝手な行動は慎まれますように。敵は大軍なれど剣術には御座もせぬ。ここは強武士、我らの優位に進めましょう。ちっ、なんで俺様が本陣の守備なんだよ。ポニーたちは全然行くぞ。わしらは炎術配下の艦船らに顔が引く。今より接触し、こちらへ引き込もうぞ。我らに向かってくるとはいい度胸だな。ここで蜂の巣にしてやる。おお、橋は壊れているのでしたな。工作部隊、修繕をお願いいたしますよ。お前ら何してやがる。俺の目の前で小細工とはいい度胸だぜ。邪魔者はいなくなりましたな。さあ急ぎ橋を直しましょうぞ。絶対に負けられる。ご助勢くださるか。そのご恩は策に手をかけにしますぞ。全然の奴らうまくやってんのか。ああ暇だぜ。お弟子、なんとも勇ましき戦ぶり。これはこれは、いつもながらお見事ですな。それまでに軍備を整えるのだ。私の全てをかける。
こは危険だ。下がって。俺はスキレットを見るぞ。整いましたぞ。いざいざ一斉攻撃を仕掛けましょう。ハサミ撃ちか。どっちを相手にすればいいんだ。真剣殿の知役、頼もしいよ。いずれ敵する日が来ねばよ。我が二馬、我が隠し財産が全滅だと？許さん、奴らを完膚なきまでに叩き潰せ。強いな、ますます気に入ったぞ、両霊騎。いつか必ずお前を俺のものにしてみせる。私の夫になんだ。笑わせてきな。鬼神の娘、様程度の器に収まると思うな。私こそが真の三国武将だ。
る勝負を助走する。孫博が相手だ。楽しませてもらおうか。ここで散る。見事な活躍ですな。ここで散る。素晴らしきお働き。エンジン、ここでお互い僕を治めんか。帝を制したことを償えば。やかましいぞ劉備。よくにいいようにされておいて。何を上から。己やめろ。くだらん小競り合いなど見飽きたわ。貴様らも十分だろ。さあ和睦しろ。両夫、貴様も何を寝ぼけたことを。ならばかけろ。俺が今からあれを弓で射る。当たったならば兵を引ける。外れたならば好きにするがいい。いくら貴様でもあのような遠くのものなど。よかろう、その賭け乗ってやろうぞ。劉備、お前もいいだ。キューバをたたえ、ここは刃を収めよう。よし。呂布たちは呪春に治癒を示し、劉備と演術を和睦させた。戦果に満足する呂布だが、劉備たちは呂布への不満を募らせる。己の望むまま力を持って進む呂布。そのありようは天下を疲弊させる乱世そのものと言えた。劉備は揺れる。吉見を捨て義を忘れ、今一度呂布と戦うべきか。そこへ彼の心を後押しするように、曹操の使者が現れる。使者が携えていたのは、共に呂布を討つべしという誘いであった。だがこれは呂布陣営に漏れ伝わり、呂布を激高させる。己は非道を歩もうと、他者の不義理は許し得ない。呂布は陳宮、呂礼儀らと共に劉備がいる勝敗へと向かう。鬼神の怒りは神社の軍勢を焼き尽くすことができるか。曹操と組んだだと。許さん。
まとめて叩き切ってやる。行くぞ、門を開けろ。開門します、ご武運を。オネリュービン、俺に盾つくとは。全軍勝敗場へ進め。
ても開かぬ山門は壊すほかなし。先ほど見かけた透析器を使うとしましょう。ここを通すわけにはいかん。弓兵部隊、呂布軍に矢の雨を降らせるのだ。敵機を使うか。歩兵部隊、山門から強襲、敵を迎え撃て。さすがさすが、覚悟のもとにかなうものなどおりますまい。再開しましょうぞ。シルエザゴども。
まい。ここまでか。一度勝敗を捨て体勢を立て直さねば。思い知ったか劉備よ。俺に逆らう奴は誰であろうと打ち砕く。呂布たちは劉備とそれに組する曹操を破り勝敗から追いやる。だがその後すぐに彼らは連合し再度徐州へと進攻してきた。将兵の数と戦略に優れる曹操軍を前に呂布は徐々に後退。ついに本拠とする可否まで押し戻されるに至る。ここで負ければ先に待つのはまたしても流浪の日々か。否、今戦場を包む空気は今までとは違う。呂布は確実に自分を撃つという敵の明確な意思を感じていた。ならばそれを完膚なきまでに打ち砕き己が勝者となるまで。もとより呂布の天下はその繰り返しの果てにしかない。呂布、張良、陳宮は意を決して可否での決戦に臨む。乱世は今ここに一つの決着を迎えようとしていた。いざ張文渊、戦場に神明を登山。曹操はこちらを完全に包囲するつもりですな。ふん、構わん。今度こそ俺がこの手で息の根を止めてやる。なりません。また苦杯をなめることになりますぞ。我らがなすべきは城の利を生かし敵を誘い込むことです。援軍を演術に求めます。さすれば強撃がなり我らが優位に。玉殿、策も援軍もいらん。俺はこの力で全てを打ち倒す。父上。ザコどもが群れれば俺を倒せるとでも思ったか。俺は負けん。奴らを倒し必ず天下を掴んでやる。霊気殿、やはり貴公も出陣されるおつもりか。無論だ長領。私はもう呂布軍の一人の武将なのだ。父上も理解してくださっているはずだ。いや、この戦で理解していただかなくては。なるほど。では共に呂布殿を支えましょう。うん、必ずや勝利を。すでに敵が城内に入り込んでいるようです。このままでは。ここまで押し込まれるとは。だがいかなる窮地でも諦めはせん。この武にて呂布殿の道を切り開くのみ。開門せよ張文渊、押して参る。開門します。策も援軍も必要ない。敵は全て俺が蹴散らしてやる。敵の上、おそらく何かの策かと。ここは慎重に対処すればなりますが。お前なんざひとひねりだ。
勝。超文明が討ち取った。できている。早速可飛城へ侵入しようか。兵糧庫と武器庫に敵が接近中。家計部隊のようです。我らは呂布殿を奉じ、その部に従う者。いかな戦も己の力で勝ち進むのみ。敵将、超文猿が討ち取った。おお、お見事な活躍ですな。郭殿が動きました。郭武家中枢への一番乗りを目指します。お見事、見せつけてくれますな。てめえ
の家計部隊が侵入、兵糧が全て燃やされてしまいました。よし、そろそろ出番だな。まるで負ける気がしないぜ、俺。下手な動きは命取りとなりますぞ。今や、今は城から動かぬ方が良いでしょう。ちょうど今、我が知略、我が武を見ろ。見させてもらおうか。山だ。やれやれ、よくも案外しぶといな。まあ、俺が行きゃ一ひねりや。ここまで敵が侵入してくるか。他の戦線はどうなっておるのだ。さて、てこんな感じで始めてやろうか。押してまいる。
方に、このご恩を必ずお返しいたしますぞ。文献お手合わせ願います。いざ出参る。これが神だ。ここであったが、なんと参る。参る。お見事、見せつけてくれますな。参る。いいぞ長領、決して戦え。動けるうちに帰らなくては。策を練り直した。これはきつい。一つ出直せ。なんという武勇。城内はこれです。これで守りきりや。城門を閉じ、敵の侵入を防ぎましょう。城内に気を取られてくれて嬉しいよ。
かげで水系がうまくいきそう。ああ水、川の水だ。これじゃ城が沈んじまう。ああ水、水とは予想せなんだ。この鎮光台がいながらなんということか。いやいや、取り出してはおれる。今は敵を迎え撃ち、体勢を整えなくては。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。押して参る。沈むだけだ。ドフの首を土産に曹操に下るぞ。ドフに付き合って死ぬことはねえ。俺たちもくら替えだ。戦線は切り崩され、城は水没。まさに絶体絶命といったところか。みんなまだだ。我らはまだ戦える。残る将らを援護し急行する。ここが我らの七夜の試練ならば、共に最後まで戦って果てん。戦える。俺たちはまだ戦えるぞ。行こう。この命上領殿に預けた。ここが我らの七夜の試練、共に最後まで戦って果てん。押して参る。戦える。俺たちはまだ戦えるぞ。行こう。この命上領殿に預けた。拙者は徐孔明。腕に覚えあらば、お相手願う。押して参る。押して参る。押して参る。この右辺側と厳正なる勝負。ご活躍。
援を討ち取った。おお、素晴らしいご活躍。真の三国無双とはお見事。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。かくI'm gonna go!
志向。戦いが望みとあらば、押して容赦せぬぞ。気は済んだか、呂布よ。貴様の乱世はここで終わるのだ。呂布は死力を尽くして曹操と劉備の軍と戦った。長領陳宮も奮戦し、数えきれないほどの敵を撃った。だが彼らの力をもってしてもなお戦の趨勢は覆らない。兵は倒れ、将は傷つき、呂布の軍は次第に軍としての姿を失う。最後に残ったのは満身創痍で奇声を上げる呂布たちだけだった。曹操は勝利を確信すると、将兵に命じ呂布たちを捕縛する。洛陽での十条寺の乱から10年にも満たない歳月。戦い、
奪い、奪われ、ひたすらに騒乱の中をかけた日々。抱いた野心も燃やした怒りも全て戦場の中へと消えていく。烈火のごとく生きた乱世の鬼神呂布、今その最後の時が来た。呂布殿、私の策にさえ従っていただけていれば。策だと？策など俺の部の邪魔をしただけだろう。邪魔とは随分な物言いですな。策を聞く耳さえ持っておられれば、負け戦などなかったでしょうに。やめられよ。お二人とも矜持を損なわれるな。座興は終わりか。では貴様らに問う。わしに仕え、我が波動を支える気はあるか。当宅一人も殺せなんだ男の道、なぜ支えられましょうや。逆に曹操殿が私の道を支えるのであれば、手を貸してもよいですがな。棒に散る男の軍師として名を残すと、この鎮光台、生涯の不覚だが、その棒糸も今日ここまで。来世こそは必ず我が地を天下に轟かせん。敗将には語るべき何事もなし。敗将とは笑わせおる。貴様は呂布の部を追うだけの男、未だ何者でもないわ。わしの戦場で戦い、武を求めよ。死にたくばそこで死ぬがいい。連れて行け。そうそう、貴様が俺を使うだと？ふざけるな！わしでは不服か。劉備、お主が呂布を使ってみるか。生かせば乱世は深まるでしょう。聞いたか、貴様はここで死すべき男よ。山ごときが、俺は最強の両方戦だ。よかろう。それは覚えておいてやる。さらばだ、乱世の鬼神よ。